日本共産党ブーメランで大炎上し逃亡所得控除で私利滅裂に日本共産党が平成26年2014年の衆院選の選挙公約において所得控除は高額所得者ほど減収額が大きくなり金持ち優遇だという議論がありますがこれは誤りですなどと主張していたのに共産党の構成員が 大きい不公正などと批判してしまい紀党の2014年の衆院選手政策を曇りのない目で声を出して熟読してください10年越しのブーメランがぶっ刺さりますよなどとの批判が殺到し大炎上してしまっておりますさらに共産党がこの選挙公約を削除し逃げてしまったため炎上が拡大してしまっておりますが こちらはまず自由の声においては所得控除の拡大に賛成です。年収の壁は、まあ、いわゆる年収の壁は日本全体の生産性を下げてしまっており、人手不足の原因にもなってしまっておりますので、この政策が導入されれば、一石二鳥にも三鳥にもなるものと思われます。また、控除額に関しては、インフレに合わせて毎年調整するべきでしょう。まあ、この共産党、 国民民主党のように是々非の姿勢を取ればいいのに反対のための反対批判のための批判を最優先しているためこのような炎上騒ぎとなってしまいます、まあ、そもそも共産党は日本を暴力革命で滅ぼし乗っ取ろうと画策している存在でございますので、まあ、国民のことなどどうでもいいと考えているものと思われますが国民の皆様有権者の皆様 選挙においてこのような共産党を完全に壊滅させていただくようにお願いいたします左翼とマスコミ国民民主党に集中放火し大現状衆議院選において国民民主党の議席がおよそ4倍に増加いたしましたが立憲民主党などのおかしな野党の思想であるいわゆる左翼やマスコミが国民民主党に対して集中放火を加えており この左翼とマスコミに対ししししててて批判が殺到大炎上まししまっております、まあ、こちら、いわゆる左翼の皆様とマスコミの皆様、国民民主党の是々非の姿勢が気に食わないご様子でございますが、まあ、例えば紙の健康保険証の廃止ですとか、所得控除などで攻撃しているようでございますけれども、まあ、この、まあ、例えば SNS における国民民主党に対する工作活動に関しては、すでに、 立憲民主党などのおかしな野党の思想が実施していることが分析によって明らかとなってしまっておりますさらに今回の衆議院選の結果を見ますとおかしな野党の皆様が40代以下の若者に一切支持されていないという事実が確認されておりますのでこのままいけば数十年でおかしな野党は消滅するものと思われます まともなというか普通の国民の皆様は批判ばかり反対ばかりではなくて必要な政策は与野党で協力し実現してほしいと考えておられるものと思われますので国会議員の皆様もその支持層の皆様も国民の皆様のために行動していただくようにお願いいたします立憲民主党衆院選で不都合な真実が発覚 毎日新聞を見ますと衆院選において自民党がおよそ650万票の支持を失いましたがその票が立憲民主党に流れることはなく前回の衆院選と比べてほぼ横ばいで一切支持が拡大していないことが判明いたしました対して票を増やしたのは国民民主党とれいわ新選組日本保守党と賛成党となっておりまして その他のの他既存の政党はてて票を失っいいるという事実も確認できます、まあ、この中でおかしな野党の票はまあなんとなくエネルギッシュな党首がいるれいわ新選組に流れているように見えてしまいますしまた自民党が失った票は国民民主党、日本保守党、賛成党に流れているものと思われます。 さらに維新の票に関しましては、まあ、別の政党に流れたというよりも消滅したように見えてしまいますがこの得票数の推移議員の皆様政治関係者の皆様から見ますとかなり衝撃的な結果ではないかと思われますので国民の皆様の審判として重く受け止めていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。